はい、こんにちは、えー。今回ですね、あの前回の動画の日立製作所が、えー、神を見つけてですね、そして一般公開していましたと。そしてそのまあ神のですね、いろんな性質をですね、まあ世間の人に、えー、立証してしまっていたということをお話ししましたと。まあその性質の一つはですね、えーまあ、粒であり波であると。まあ神。 ま、ここでは存在君というふうに呼びますね。神という存在君の、えー、様々な性質があったと。存在君は、えー、見ているときは、粒であると。見ているときは、えー、粒であって、光よりも速い、遅い速度で、えー、自らを表現し、まあ、空間を作り、まあ、その中に観察の主体である、まあ、様々な位置を持ってですね。まあ、この世界ではあなたもその位置の一つで、まあ、あなたという生命形態があって で、そこから、えー、空間の中に自分がいて、そして楽楽屋みいに時間が流れ、そしてこの世界を観察するっていう、こういう性質を持っていますと。これが、えー、存在君が持ってる、えー、粒の性質。そして、これが見ている状態っていう。そしてもう一つは見ていない状態では、波の状態になっていますと。波の状態で観察してもいないんで、まあ、これは何もない、真空の状態になっていますと。まあ、存在君ってのは、 見ているときは、なんか空間があって、まあ、この世界があって、自分が人間や生命体の視点を持って、この世界を観察できるけど、えー、見ていないときは、えー、何もない真空であると。こういう性質があるってことが、わ、えー、かりました。で、またさらに、えー、この性質をですね、日立製作の技術には、えー、20スリットの実験でわかったんですけど、さらにそれを改造した消しゴム実験とか理科学研究所との協力した実験で、 この存在君の性質がもっと分かってきたんですよ。まあ、存在君は何もない状態の中に、えー、いずれかのところに位置を持つと。そして、この位置を持つと、えー、その位置を持った、えー、状態から、その過去に対して、えー、観察できると。過去に対して観察すると。 つまり、位置を持った、この我々は空間に人間として生まれてくると、その過去をすべて記憶として見ることができると。あるいは、えー、記録してきた記録として、それを観察することができると。つまり、未来に我々はある時点で生まれたとすると、そこから過去を、そこからつながる過去をですね、自分の、えー、記憶として、なぜここにいるのかを観察することができると。これが観察の直,直徴であると。 まあ未来である自分から過去が見えると。だけどそこからさらに未来っていうのはまだ波の状態であるっていう。そして同時に、えー、様々な何もない進行の中には無限の位置があって、その位置の数ごとに生命体がいて空間がたくさんあって、まあいろんな位置からいろんなシチュエーションの中で様々な生命体が、えー、なんで未来である今いる自分から過去分けが分かって、 未来は波の状態なのかっていう。この粒であり、波の状態が同時になることによって、えー、人間っていうのは今っていう瞬間と、そして過去っていう瞬間、そして未来っていう瞬間を同時に体験することができるっていう。この不思議な、えー、性質を存在君は持っていましたと。これが実験によって、日立製作所が作った、えー、技術の推移を集めて作った、えー、実験工具によって、理科学研究所が弾き出した答えなんですよ。 でここからわかることは、えーまあ、存在君に、えー、一体あ。ここからわかることは結局、えー、時間っていうものは存在してないと。何もない真空、見てない状態の中には、時間っていうものは存在していないと。過去、現在、未来は、えー、同時に真空の中に存在していて、そして、 過去現在未来は同時にンクの中に存在して、そしてそれらの全てが一つの時間の中に因果関係、一つの一本の時間の中の因果関係に全部が囚われているわけではなくて、全く違う時間の中に全ての空間っていうのは存在していて、あるいはその空間ごとに因果関係を持ってるものがあるけど、全く関係のないストーリー性設定、時間の中に生きてる空間っていうのもたくさんありますと。 はい。えー、これは同時に何もない真空の中には全ての出来事が、全ての瞬間が、想像できる瞬間が、同時に全て存在していると。宇宙が始まった時に、同時に全て何もない、見てない状態の中には、全ての瞬間が同時に存在していると。だけど人間は一つの位置、そしてそこから生命体としてのまあ肉体、 を持つと、まあ時間と空間という枠の中に絶対に入っていると。で、果からみんなに時間が流れていると。そして過去を記憶していると。え、だけど我々はこの無限のすべての位置、すべての、えー、情報っていうのを一人のキャラクターになった場合、観察者になった場合、宇宙のすべての出来事を同時に体験したり、理解したり、すべてを同時に観察することってのはできないっていう。 こういうことが、ええー、まあ、この日立製作所が作った素晴らしい、えー、ピコピコ光線銃光を放光線銃と観察機材。この観察機材だって、光の粒が秒速30万キロメートルで飛んでるわけですから、それが作る粒と、えー、波形を、えー、観察できるものすごい機械ですね。はい。こういうことが分かりましたと。こういうことが分かりましたと。はい。今さんついてきてますかはい。はい。ここで、えー、質問来てた。 質問来てたと。はい。質問来たの誰から質問来てたったら、えー、南部陽一郎さんからここで、この存在くんに対する質問が来てましたと。えー、日立製作所の皆さん、せっかく、まあ、神、存在くんを、えー、皆さんは捕まえたわけで、そして存在くんのそれだけ様々な特徴があるわけですから、私にもぜひ存在くんに質問させてくださいっていう質問が、えー、東京の南部さんから来てましたと。南部洋一郎さんが来てましたと。まあ、南部洋一郎さんはどんな人かっていうと、 えー、まあ、南部陽一郎さんっていう人は、えー、学生の時に素粒子物理学を志したのに、うっかり素粒子物理学の講座がない東大に行ってしまった。米国のプリンストン高等研究所では何をやってもうまくいかず、絶望状態であった。えー、アインシュタインのファンで、まあ、彼はアインシュタインが生きていた時にちょうど二十歳、えー、ちょっと薄いたぐらいだったんですよ。アインシュタインに会うためになんと二回も、 えー、いろんなことをして、アインシュタインと会った話ができました。その時、アインシュタインは、南部君の研究は僕たちの研究の50年先を言っているね、と、えー、冗談とも、えー、茶化しとも、本気とも思われないことを言われてしまったと。えー、BCS 理論に苛立ち、まあ、BCS 理論って、まあ、説明すると長いんでしませんけど、最初研究してたんですけど、まあ、それに苛立ち、やがて恋に落ちて自発的対称性破れの理論を作り上げたと。まあ、要するに BCS、 え、理論にですね、まあ、ちょっと振られてしまって、自発的対処のる内部の方の理論に行ってしまったと。えー、新理論の論文を、えー、その論文の内容を書く前に明かしてしまって、他の研究者に先に論文を書かれてしまいましたと。だから、南部理論ってならないで、南部なんとか理論とかって、その人の名前もくっついちゃってるんですよ、実は。まあ、外国の人なんですけど。まあこの人はこういう波乱万丈の人生の中でどんな業績を上げた人か。で南部さんっていうのはですね、 自発的対称性の破れをはじめとする数々の新理論で、えー、質量と力の起源に迫り、その後のヒックス粒子の発見や、えー、電弱統一理論の確立にも絶大な貢献をしたにもかかわらず、えー、50年近くもノーベル賞受賞を待たされてしまったと。まあ、もらったときはもう死ぬ直前ぐらいだったってことですね。はい、えー。先進的すぎたためにおかしい人間と言われていたと。 ずっとおかしいと。この人おかしいって言われたんですよ。で、予言者、魔法使いとも呼ばれた彼の発想は、どのように生まれたのかと。はい。まあ、こんな人なんですよ、南部さん。まあ、南部さんが日立製作所がですね、えー、去年、えー、神を捕まえて、その神様くんですね、まあ、存在くんにですね、ぜひこれだけは聞いてくれってことが、えー、あります。えー、質問来てたと。それをちょっと、南部さんのちょっと質問状読んでますね。はい。 えー、一体存在君に、そんな性質や力を与えたのは誰なのかと。まあ、存在君に、えー、見ている、観察しているときは、粒の状態になって、観察者として、過去とから未来に時間が流れる空間の中で、えー、生命体としてものを観察すると。えー、さらに観察しない状態では、何も、えー、存在もしてないと、波の状態であると。そんな性質を、 存在君に与えた人は一体誰なのかと。そんな人っていうか人じゃないんじゃないかと。一体それはどういう形で、誰がどのような目的で存在君にそんな粒であり、波であるっていう性質を与えたのかと。しかも観察してる時だけ粒がある、なって、観察してない時は何にもないと。観察してる時は相対的な世界に、時空の中に生きているのに、観察してない時は消えて波のローザになってしまうと。一体誰がそんな性質を存在君に与えたのか。 えー、では、なぜ、えー、存在君に始まりを作る必要があったのかと。まあ、存在君にそんな性質を与えた人はなんで始まりを作ったのかと。始まりを作ったのかと。では、じゃあ終わりって何なのかと。まあ、南部君は、南部様はえ質問してますね。はい、えー。誰が宇宙が始まる前にこんな仕組みを作ったのかと。 つまり、何もない真空の中に、誰がこんな仕組みを作って、どうやって宇宙の始まる前に、その意志は、その人は行って命令をしたのか。誰が宇宙の始まる前にどうやって行ったのかと。宇宙の始まる前に、始まり、始まる前だから一体存在しているのかと。こういうことを南部さんは聞いてますと。またこんなことも聞いてます。なぜ、この物理次元、三次元には、こんなに苦しみに満ち溢れてるのかと。 なんでこの三次元にはこんな苦しみが満ちあふれているのかと。まあ、差別とか、えー、戦争とか対立とか、いろんな論争がありますね。こんな苦しみになんで三次元が満ちあふれているのかと。もっと何もない真空、調和してる、えー、相対的な状況、じゃ対称性が保たれている何もない真空がなんでわたわたこんな、えー、観察するためだけにこんな苦しみの世界を作ったのかと。 これが南部さんが来てますね。そして、なんで人間はまた死ななくっちゃいけない、えー、存在なのかと。これを、えー、南部さんがからの質問を来てたんです。はい。さあ、なんでしょう、皆さん。なんで、えー、存在君、まあ神は、えー、こんなビッグバンを起こして、えー、観察している状況と観察しない状況を作ったのか。二つの相対的な状況と絶対的な状況に分かれたのかとでそれを一体命令したのは誰かと。 一体何の始まりを、宇宙が始まる前に始まりを作る必要があったのかと。その目的は何だと。えー、誰が宇宙が始まる前にわざわざ行って、そんなことをやったのかと。そんな方法はあるのかと。えー、なぜ物理次元はこんなに苦しみや対立に満ち溢れてるのかと。そして、なんで人間は知らなくちゃいけないのかと。精病を描写だったやつね、これね。はい。えー、南部さんから質問をきました。はい、まあ。ホーキングさんも似たような質問をしてますね。はい。 まあ、ホーキングさんも似たような質問をしてますと。まあ、ホーキングさんからも質問を来てたと。えー、まあ、彼の質問は一体なんでこの世界生まれたのかと。宇宙はどこから来たのかと。まあ、観測できる宇宙はどこから来たのか。それともずっと存在してきたのか。時間がいつか逆転して、結果が原因に先行することはないのか。人間の知ることには究極的限界があるのかと。どうかと。 こういうことをホーキングさんも質問しますと。まあ、ナムさんも質問しますと。さあ、皆さん、この問題にどう答えるでしょうはい。まあ、この問題っていうか、今、このですね、日立製作所がえ捕まえて、この存在君からですね、様々な性質を研究した結果ですね、彼を解剖していろいろ研究した結果、まあ、一つの例えで存在君が、まあ、量子力学と相対論で存在君を分析すると、一つの答えが出るんですよ。 まあそれは一つの例えにすると、まあこの世界っていうのはまるで信長の野望のような世界であると。信長の野望っていうコンピューターゲームがありますよね。であのゲームは、えー、スイッチオンをして、えー、コンピュータの、えーのパソコンの画面に、えー、誰かキャラクターになる前は単なるフロッピーの中、あるいはダウンロードする前の形にならない情報に過ぎませんと。 その情報の状態、何もない状態っていうのは誰も観察してない状態ですね。観察してない状態は形にもなりません。物質にもありません。それは単なるコンピューターのフロッピーかなんかの中に入っている、まあ単なる、えー、電気情報にすぎませんと。まあそれは目にも見えませんし、形にもなりませんけど、記録にはされてますと。フロッピーの中に一つの記録、えー、コンピューターシステムとして、えー、記録にはなってますと。だけど見えませんし、どこにもありませんと。 だけど、え、コンピューターを使って、その中にいる、ま、誰か、信長でもいいし、え、上杉謙信でもいいし、武田信玄でもいいし、今川義元でもいいし、ま、島津でもいいし、立花重茂でもいいし、ま、普通の町人でもいいし、ま、普通のお姫様でもいいし、普通の町娘でもいいし、お役所さんでもいいし、誰でも、え、その中でキャラクターをやりますと。ま、もうちょっと範囲を広げると、別な火星人になってもいいわけですし、え、別な、え、攻め形態を持った宇宙人もなってもいいわけだと。 だけど、とにかく、誰かになって、まあ、コンピュータ画面にならない限り、えー、観察できませんと。自らを観察できませんと。えー、じゃあ、例えば、その中でですね、まあ、立花宗茂になりましたと。じゃあ、立花宗茂っていう人が、まあ、1500年代にいましたと。そうすると、位置が決まりますと。じゃあ、立花宗茂っていう人が、私たちは、 信長の野望というゲームの中で、立花宗しになると、それまで何も存在していなかった観察者がいなかった中で、立花宗しっていう観察者の状況になりますと。そうすると、立花宗しが生まれた、まあ、柳川藩とか、じゃないあの人生まれた、えー、そっちの九州の方の藩に生まれましたと。で、彼は育っていくと戦国時代で、えー、そして、立、え、花、ー、宗しがは大,大友の、えー、家臣の中の、えー、武将の息子に生まれてましたと。そして彼は少しすつと優秀な、えー、武将になりましたと。 で、ここから、この状態が、損益するための過去が、えー、そこからビッグバンからずっとここに繋がってるんですよ。これがですから今、今、えー、未来の状態に、過去が見える状態ですね。はい。で、この状態から、この未来っていうのはどうなるかわからないけど、瞬間瞬間、彼の選択によって、様々な立花宗しの未来がありますと。まあ、もしかしたら、世間原の合戦に間に合って、まあ、天下人になってしまう未来もあれば、 まあ、関原の合戦に間に合わないで、えー、その中で間に合いのは、ま、切腹したり、徳川軍に捕まって殺されちゃう未来もあるでしょうけど、まあ、歴史上はですね、彼ら浪人になったんですけど、徳川秀忠に、えー、ぜひ来てくれって言って、徳川秀忠の、えー、おとぎ集になったんですけど、この世界ですね。それ以外の未来もたくさんあるわけですね。はい。瞬間瞬間がたくさんありますと。つまり、えー、フロッピーの情報の中に、形にならない情報の中には、いろんな立場の胸、ね、しの未来が入ってるし、 またさらに今川義元織田信長さらには、えー、武田信玄、島松屋、毛利や、えー、いろんな人が入っていて、その人が瞬間瞬間がすべて入ってるわけですね。つまり観察しない状況っていうのは、さっきも言いましたけど、えー、時間が関係ないと。観察しない何もないフロッピーの中の真空の状態って時間は関係ないと。んで、過去、現在、未来、えー、がすべて同時に存在していると。まあそして、まあ、この戦国ゲームに限らないで、 まあ、どんな設定でも、どんな宇宙でも、その中に入ったとすると、まあ、その中には、まあ、いろんな宇宙人になってもいいし、火星人になってもいいし、金星人になってもいいし、えー、ヤーベになって地球のですね、6000年前に行って、そこで人工人間、シュメル人を作ったり、いろいろして、イダ大人を作ったりして、地球の文明をですね、金融で支配してもいいと。そうなってくると、過去、現在、未来は同時に存在して、どんなキャラクターにもなれると。そして、そのキャラクターたちから生まれる瞬間、瞬間も全て、 何もない進行の中に観察しない時間の中に入っていて、えー、時間に基づいた因果関係は関係ないと。全く我々のこの地球の、えー、進化系や歴史と関係ない生命体にもなれば、全く関係ない時間の因果率の中を生きることができると。そして、す、え、べ、ー、ての出来事ってのは何もない進行の中にも始まった瞬間にあると。全部の瞬間瞬間があると。えー、我々のですね、これらの無限の 何もない真空っていうものは同時に体験することはできないから一人一人のキャラクターがえー自分の時間軸と自分のキャラクターとしてその中で体験していくっていうこういう仕組みができてますと。だけど南部さんから質問来てたと。コーキングさんからも質問来たところによると、一体真空空よなんでお前にはそんな性質があるんだと。えー、一体誰がお前にそんなことを命令したんだと。 だいたい宇宙が始まる前に、そんな始まりを作って、わざわざ苦しみのそんな戦国時代やら、なんだ、この我々の地球文明やら、リムギア文明やら、なんとか文明やら、作る必要ないし、そんな火星人やら、金星人やら、アンドロメーダー人やら、なんだ、わけのわからない、なんとか人やら、なんとか人になる必要なんか、なんであったんだっていうのが南部さんの質問で、なんでかっていう。はい。それに対して、え、まあ、この連中。はい、この親父さん。 この親父さんとかが出した、えー、結論っていうのは、どんなもの分かるわけねえだろうと。宇宙が始まる前に、この宇宙に始まりを作って、えー、観察している状態の真空間をたくさん作った人が、そんなやつ分かるわけないだろうと、人間の知性で。そんなこと分かるわけないだろうって。えー、誰が命令したから、誰なんていうそんな不特定の神を誰なんていうふうに特定できるわけないだろうとか、 え、だし、始まりを作った必要が何であったのかなんて、そんなの、今の初めからこういうシステムになってんだと。この世界はまるでコンピューターのように、死んだ万象、宇宙死んだ万象があって、宇宙コンピューターが中心にあって、それらが勝手にコンピューターによってこの情報を、信長の野望によっていろんなキャラクターが同時に存在して、いろんな瞬間が同時に存在して、宇宙人もいっぱい存在して、えー、いろんな異次元人も存在して、それが同時にあらゆる世界で、えー、空間の中にいて観察しながら、 一体この世界なんでできてんだって、それをただ探求してるだけだけど、そんな連中の人たった一人も、なんでビッグバンが起きたのかとか、なんでこういう性質になったっていうことを分かる人なんかいないんだと。もともとそんなことをやらなくても、最初からこの世界はコンピューターであって、えー、我々はアルゴリズムによって動かされてるだけの存在であるっていうのが、まあ、この、前紹介したレーカーツワイル。レーカーツワイル。えー、さらにホモサピエンス。 全死。そして、ホモデウス。さらに、だから、今の我々の地球は、えー、人口がたくさん増えすぎだと。それに対して、我々アルゴリズムは、えー、削除して、そして、住みやすい風にして、テクノロジーの発達に従って、統一政府を作って、そして、残った5億の人間ぐらいをノーチップで支配して、そして、えー、地球の生態系を元に戻す。これは、宇宙アルゴリズムが、 我々っていう、ただのコンピューター情報。信長や、井庭長秀や、橋場秀吉や柴田勝家みんなコンピューター情報ですね。他の宇宙人もみんなコンピューター情報だと。信長野望的に言えば。他の宇宙人もみんなコンピューターだ。宇宙コンピューターったはその中心にあって、誰かが太古の昔にその宇宙コンピューターを使って、我々の世界っていうのは、これはコンピューター情報として作られてるんだと。だから我々はコンピューターゲームを完成させたと。我々は死んだ万象に置かされてるコンピューター。コンピューターの元のプログラム置かれるだけの。 死んだ万象に置かされたアルゴリズムであると。だから我々はただの電気信号だから。我々はだから、だからこそ我々は電気と磁気で作られてるこの宇宙がまるで存在するように思ってるだけの存在であって、実は観察しているものなんか最初から何もない食うだろうと。だからこの世界はコンピューターで,できてる。だから我々は地球のために今、地球の未来のために僕が決断したことだ。それは、 この二つの本に今わ分かる通り今行われていることであると。はい。まあそれ詳しく言いますね。これはだから僕たちは正しいことで地球を救うため、ことによって残った優秀なお金持ちたちや優秀な人類たちだけが生き残ればいいんだと。それこそまさに、えー、フロッピーの中にある、シンクの中にある、えー、情報がですね、我々、ビル・ゲイツや、えー、ジョージ・ソロスや、えー、ロッサイド・ロックフェラーにやらせようとしていることだと死んだ万象のある国はですね。だから僕たちがやってるのはさらコンピュータ情報を処分して、 住みやすい5億人の地球を作って、それらの人を統治すると。さらに僕たちは寿命があるから、それもしょうがないやと南部君と。しょうがないから僕たちは、への意識の情報はコンピューターにインストールして、アバター世界の中で生きるとか、この世界でサイボーグとして生きればいいじゃないかと。そういう漫画もいっぱいあるじゃないかと。ロボット、えー、サイボーグなんとかなんていう漫画もいっぱいあるじゃないかと。はい。えー、それに対して、まあ、これがですから今の、ビル・ゲイツやジョージ・ソロスやロシア・ドロックヘラが出した答えなんですよ。 で、これが量子力学を突き詰めた答えであって、結局はマルクス。マルクス主義っていうのはニュートン力学から生まれてきて、ニュートンっていうのはこの空間が全てなんだと。僕たち人間が生きていけるこのくあ、この空間全てだと、これ以外のものなんて感知できるわけねえだろうと。他にいろんな位置があるかもしれないけど、そこに空間があって生命体が生きていたり、宇宙人とか生きてるかもしれないよっていう。だけど、そんなもの別に俺ら宇宙人と今、えー、交信してないだろうと。 えー、昨日宇宙人が来て、俺と話し合って、じゃあ他のに次元に行きました。そんなことあるわけないし、神、むしろ、それどころか宇宙をこのように作った神なんて、創造主いや、そろ、そんな存在を理解することが人間の姿勢でできるわけないだろうということで、それがニュートン力学の限界点で、それで作ったのがマルクス主義って言って、この世界は、え、資本家と労働者が入って、資本家は労働者をお金で管理すると。 で、常用価値ってお金などのを集めて新たなシステムを作っていくけど、えー、強行が来れば破産して、そして、えー、地主義では、えー、みんな破産してみんな餓死しちゃうんで、えーき、共産主義っていう平等な主義を作ればいいなんつってるけど、みんなやる気がなくなっちゃったり、えー、結局、素人の、えー、独裁者がやるから、作物の育たないでみんな餓死しちゃったりっていう、こんな状況が続いてますと。 で、共産主義を作る前に、えー、ヘーゲルとカントがいて、まあ、ヘーゲルとカントも結局は、人間は未知なるもの、神なんてものは理解できないと。じゃあ今、量子力学でこういう世界構造があると、何もない進行なんかたくさんの位置があって、瞬間があって、えー、そこから無限の可能性の中で、すべての生命体が無限にいて、うちはなんでできたろうってみんな考えてるかもしれないと。だけど、それが理解できないからこそ、 今の世界が続いてんだと。それが理解できたらみんな神になっちゃって、みんな寿司座にビッグマンを起こして、みんな想像の死になっちゃうじゃないかと。だけどなってないだろう。だからそんなことは無理なんだと。というところで、この、えー、レイカーツワイルは、どうせ俺らはこの空間の中で生きていくしかないと。死んだろう。もう消滅して真空に戻って虚無になっちゃうんだと。だから我々は脳を、えー、コンピューターにインストールしてアバターセガンがで生きるか、まあサイボーグみたいになって生きるか知ればいいと。 で、その考えに沿って、えー、リバルの原リが4つの認知革命って言って、結局最初に嘘で宗教って嘘をつくと、俺は神の化身だなんつって、えー、他の人たちの、えー、統領になった人がいろいろ、えー、支配を、支配権を確立して、さらに、えー、ロスサイドロックウェアがお金を、が価値にあるっていうふうに思わせて、そのシステムを作って、えー、支配権を確立して、そして今テクノロジーの発展によって、えー、第4革命が起こってますと。それはテクノロジー革命であって、これからはもう、 いらない人間は削除されて、えー、人間は神になると。人間は神になるってのは意識を、えー、インストールして、永遠に生きる存在になって、他を支配して、いらない奴は、えー、データ情報として処理してしまってもいいんだっていう。はい。で、それを結局実現して、実行してるのが統一政府とか、えー、この親父さんっていうことになりますね。はい。まあ、彼らのですから思想っていうのはこの量子力学の限界点から来てるんですよ。まあ、今現在ですね、まあ、日立政策所、理研、理研 まあこれ日本が一番進んでるんですよ。まあ東京大学のさらに古澤古澤明教授は、え、量子チルポテーションの今研究してるんです。まだこれまあほとんど幼稚な段階なんですけど、今科学はこういう段階で。ですから今の相対性理論と量子力学、さらに日立製作所の技術によって実現されたこの二重スリットの実験、まあさらには消しゴムの実験、さらには未来が過去を作っていたっていう実験、この範囲の中で言えば、結局は、 この連中の、えー、意見がしか届き着かないんですよ。これが量子力学の今の限界点です。彼らは彼らはちゃんとこれ知ってるんで。ところが、この先があるんですよ。量子力学と相対性理論で、ここまでしかわかりませんと。この世界は、えー、観察しているときは粒であり、観察しないときは波であると。そして時間と空間関係なしにいろんな、えー、して、 位置があって、そこから空間がいっぱいあって、そこからみんな生命体が、じゃあ仮に宇宙が何でもらったのか考えてるとしよう。だけど、それらの連中も、結局は、えー、信長や、庭長秀や、えー、福島正則や、橋場秀吉や、えー、彼らが分からなかったように、この宇宙が何でこのようになってんのかった分からないと。存在君を捕まえたけど、存在君、神を捕まえたけど、日立製作所も、えー、彼に聞いたところ、俺も分からないと。 存在君も俺がなんでこんなになってるかわからないと。神様もなんで俺がこんな風にできてるかわからないと。ということは、神様のこの性質を生み出した、その上の存在がいるってことが分かりますね。こっから先が統一リオ論と言います。こっから先を統一リオ論と言います。今まで話してたことは、えー、量子力学、あと相対性理論ですね。量子相対論って言って、この量子的な世界、無限の中に、 真空の中に無限の位置があって空間があって観察して、自分は何だろうって考えてな何でビッグバン起きたんだろうと考えてると。これが量子力学の限界点で、この上に統一バ理論となりますと。誰がどうやって存在の中にこの性質を与えたのかっていうのを特約してるのが統一バ理論なんですけど、この統一バ理論を理解するためには、宇宙が始まる前の真空を見れる、見れる力がないとダメですね。その真空を見る力を作るためには、まあある。 ことをしなくちゃいけないと。はい。そしてその統一割には宇宙の始まる真空の中で、中に誰がなんでこういう性質を存在くんに、まあ神に与えて、たくさんの空間を作って、そこに位置を作って、皆さんには生命体をたくさん作って、なんでビッグバン起きたのかを考えさせる、この仕組みをえ存在の中に作った。これがここに書いてあるんですよ。はい。だけどこの存在が始まる前の まあ、極海の中に入るためには、まあ、えー、主観と客観を一つにして初めて宇宙が始まる真空の中を見ることができるんですよ。はい。えー、そこに入るための技術を教えたのがお釈迦様であって、お釈迦様も直接統一バ理論、宇宙が始まる真空に弟子たちを入れて、そこからなぜこの世界に無限のビッグバンを掘って、えー 観察するための空間がたくさん生まれて、その中で、生老病死があって、そして、その中でもみんな頑張って世代を交代しながらも、えー、宇宙がなんで生まれたのかを探求して、まあ、アリストテレスから、えー、コペルニクス、コペルニクスから、ニュートン、ニュートンから、アインシュタイン、アインシュタインから、ニュースフォアそして、ニュースフォアから、えー、シュレンディンガーや、ハイゼンベルグや、えー、そして、スティーブ・ウォーキング。今、この量子力学が生まれたのかっていう。そして、えー、この全部がなんでこうなっているかっていう、この世界そのものを作った人っていうのが、 ちゃんといるんですよ。はい。まあ、それを解き明かすのが、えー、釈迦とかキリストとかインドのベーラの聖者たちなんですよ。ですから、統一バリオンだけを解き明かして、そしてそれを代々次の如来っていう人に受け継がせて、またビッグワンを起こして、この真空君に、えー、観察する無限の世界を生み出させて、またその統一バリオンを次の如来に引き継がせて、またビッグワンを起こさせて、えー、存在の中にたくさんの位置を作ってっていう。 こういう作業をしているのを、えー、まあ、にって言いますと。はい。で、観察のことを、真空になったものが、観察者、人間としての視点を持って、この空間の中から、この世界を観察することを、えー、仏教では、五う開空と言います。ごう開空と言いますと。そして、何もない真空とこの空間の質が同じであるってことを、空、即是式と言いますと。はい。だんだんこれで、観察するってことが分かってきました。 仏教では、えー、合運回空って言いますと。まあ、五運回空っては何もない式。この、えー、空間になる、中にある物質を、まあ、十、実相行式って言うんですよ。えー、物質を十、受け取ると。感覚によって受け取ると。そして、そう、自分の意識の中でそれがあるっていうふうに理解すると。うん、えー、そして、その、対する対応策を見つけると、それに行、えー、行いそうすると。まあ、ギルゲイツが、えー、ジョージ・ソロスさん、いろんな人で行いをしてますね。 この世界はコンピューターなんて、この世界はコンピューターじゃないんですよ。はい。この世界は、まあ、巨大な精神、まあ、慈悲の精神、ビッグバンを起こしてあらゆる生命を悟りを開かしてあげようっていう、その巨大なる精神が作ってくれた、えー、存在の中に作ってくれた仕組みなんですよ。観察者っていうのは、その視点なんですよ。はい。それを無視して、この世界はコンピューターアルゴリズムの情報の一つだなんて、宇宙コンピューターみたいなのがあって、その中のアルゴリズムで全部動かされていて、えー、生命体たちはそれが絶対理解できないようになってるっていうんですが、そうじゃなくて、 この中にちゃんとその答えと仕組みが書いてあるんですよ。なんで神である存在はこんな性質を持たされて観察者をいっぱい作るのかっていうことですね。はい。で、観察のことを語文回空と言いますと、そして式、えー、式、受走行式ですね。そして行いして、えー、そして行ったことを自分が受け取るっていう。そして悪いことをするとまた地獄に落ちるっていう。これが仏教における観察っていうことなんですよ。そして何もない 状態、観察者がいない状態のことを、妙音変満って言います。妙音変満って言います。はい。まあ、このようにですね、えー、量子力学の中にも仏教用語がどんどん入ってきてるんですけど、まあ、こっから先ですね、統一場理論を説明するためには、なんで何もない真空の中に無限の位置が生まれて、そして、時間と空間もなく、それは因果律で繋がってないのに、各世界は、えな、ー、んで我々は生まれたのか、この世界はどうなってるのかと。 こういったことを考える性質そのものを生み出したのは、実は、えー、ちゃんと三次元にいる人間であって、その人たちのことを如来と言いますと。そしてその命令を受けてビッグマンを起こした人たちのことを、えー、菩薩と言いますと。はい。まあ、この統一場理論に関してはですね、また別な機会お話しますけど、まあ今日分かったでしょうかえー、まあ南部さんの質問を来てたんで、一応日立政策所が作った まあ、神様、存在君に、なんで君は、えー、無限の観察する視点があるんだと。それは量子力学的に言うと、まあ、無限の位置があって、それは一つの時間に軸とは、の因果率とは関係なしにいっぱい世界があると。はい。まあ、ですから始まる前の中の真空の中にはもう無限の状